こんにちは、ヤスです。ちょっと、音楽制作界隈に結構な激震が走るというねあの出来事が、起こりましたので、それについてちょっと思うところをいろいろお話ししようかなと。あのウェイブスが今後、プラグインサブスクでしか手に入れることができませんよという、もうサブスク1本に切り替えました。26日からと、いうことなんですけれども、でおおむねプランとしては全部使えますよっていうプランと、で、半分使えますよっていうプランとあって、あとは年間契約月契約みたいな感じで、それぞれ分かれているという感じです。で、価格としてはね、僕は割と、どうでもよくてちょっとサブスクについてなんですけどね、僕はそのこのサービスに限らずサブスクって実は嫌いで、サブスクっていうビジネスモデルが、なんでかっていうとユーザーに対して割と悪意あるよねっていうところ、悪意がちょっと表に出すぎだよねっていう面があるので、だからちょっと嫌いなんですけど、その大きな理由ね2つあって、1つはその選ぶその選択肢がなくなっちゃうでしょ、消費者からするとね。0か100かどっちかにしてくださいっていう状態になると、いらないものもあるのにその分のお金まで払わされてるっていうことになるんでね、これサブスクって言えばなんか聞こえは立派に聞こえますけど、いわゆる抱き合わせ商法と全く同じ状態になっちゃうわけですよね。ただしヘビーユーザーにとっては必ず、ほぼほぼ必ず安くなるよね、こういうサービスはね。ので、喜ばしいっていうことにはなりますけども、それ以外の人から見るとってなるのね。あとはもう一つは解約し忘れて、ダラダラ勝手に自動引き落としで支払っちゃうっていうことを狙ってる商法でもあるわけですよ、サブスクって。だからそういうところちょっとユーザーにトゲあるよねっていう、トゲ見せすぎだよねっていうところで、僕的にちょっとサブスクはどのサービスでも基本嫌いなんですよね。ではとはいえ、僕も毎日のように使うやつとか、そういうサービスはサブスクで入ってたりっていうのはありますけれども、じゃあこのウェブスのプラグイン今後ちょっとどうなるかっていうと、サブスクでしか、最初にも言いましたけど、サブスクでしかもう新しく使えないよというか入手できないっていう状態になります。で、一番下にね、フェイクでも書いてあるんですけれども、もうゲットできねえのかという話なんですけど、それできませんと個別に買うことはできないし、アップグレードすることもできない。もう今現時点で3月26日、今日27日ですけど、26日の時点での自分が持ってるそのバージョンからアップグレードすることはできませんと。なので、その最新版より上のものを使いたかったり、もしくは新しいものを、別のもの持ってないものを使いたければサブスクに入ってくださいと、それしか方法ありませんよということです。基本なかなかサブスクだけにしたっていうところがちょっとざわつくところだけど、バージョンアップしなければ使えはするっていうところなんだよね。ただ古いバージョンって、一桁バージョンだっけ、確か Windows 10までしか使えないんでしたっけね、確かね。そこ Windows ユーザーにとってはそこ分かれ目になるところかなと思いますよね。ちょっと注意しなきゃいけない。普通に使ってればいいんですけど、古いバージョン、うちももう結構バージョンばらけてるんですけど、あるので、それに持ってるものについては普通に使ってくる。あと基本的にさ、バージョン上がっても音が変わるわけじゃないじゃないですか。ちょっとなんか UI が変わったとか、機能が足されたとか、ていうか音変わったら大事件なんですけど、そんなメーカー使ってらんねえよっていうね。バージョン変わるごとに音変わるみたいなね。でだから基本、パソコンの性能は上がってっているわけで、音は別に変わらないから、バージョンフルカローがなんだろうが別にどうでもいいんだよね。普通に使ってる、個人で使ってる人にとってはね。その商業、でっかい商業スタジオとかってなるとそうもいかなくなるけど、要は対応しなきゃいけないっていうところがねあるから、そうもいかなくなるけど、個人の作家さんにとっては別にっていうね、ところがあるので、だから古いバージョン持っててもいいんだけど、その Windows、 例えば今10の人は11とかにはちょっとするときにはあってなるよね、ところがあるので、バージョン確認しないといけないっていう。あとはそれはサブスクにはもう入らないよっていう人は、それでそんなところだけ注意しとけばいいかなっていうところなんだけど、あとサブスクになってさ、これ Mac どうすんだろうね。
Mac の対応ってどこのメーカーも、まあ、1年ぐらい遅れるじゃないですか。でね、またあのチップが変わっただけでもうガチャガチャ大惨事になるじゃないですか、 Mac の場合M1 だの M2 だのね、であとはまあ OS 変わっただけでもう使えねえみたいなね状態になるから、 Mac の人本当あれかわいそうなんで、もう友達でも当然あのそういう人周りにもいますけどね、まあ嘆いてるよね。ねえ、なあ、その辺の対応サブスクにしてやっていけるのかなってね、ちょっと不思議なところがありますけれども、でまあちょっと思うのはそのウェイブスっていうのはまあ昔はね、そのまあなんか左打ち輪的なあの感じで、まあ、いてもおかしくないようなね地位はあったけど、そっから29ドルっていうね販売戦略でバッと低価格で下げてきたよね。でまあもう他もしょうがないからそれに追随するみたいな状態になって、今時よく見かける29ドルっていう数字、っていうのはまあもうウェイブスがなんかもうガーッとやりだしたからしょうがねえかみたいなところからやっぱ 見始めたよね、うん、そういうところはなんかすごく大御所なのにフットワーク軽くてすげえなと思ったけど、今回サブスクでどうなんだろうって思うのは、まあそんなビジネスで長けているウェブスがやるんだから、まあ、賞賛はあってのことということだと思うんですけどね、うん、僕的になんかその要は低価格にしてライトユーザーを獲得してきたはずなんだよね。そういう人たちって多分サブスクになったらいなくなるよね。で新しくもう入ってこなくなるよね。なので要は今まではとりあえず、まあ、例えば初心者の方がもうとりあえずウェーブスは買っときみたいなね、あの感じはあの全然ありましたけど、例えばまあゴールドでいいから買っときなとかね、まあまあ、プラチナとりあえず買っとけばもういいよ、それで勉強しながらなんかこう別のやつメーカー漁ってでって言って、まあ、成長していくっていうのがいいんじゃないみたいな感じで一つありましたけれども、もうちょっとそれは言えないよね。まあその昔人じゃないね、二昔か20年ぐらい前まではなんか、ね、とりあえずプロツールスとりあえず買っとけみたいな感じでしたけど、まあ変わりましたもんね。別にプロツールス買っとけとは思わないもんね、うん、っていうような感じでウェイブス買っとけの時代ももう終わりかなという感じはしています。でまあこれを受けて勢いづくのかな UAD とかね、まあちょっとサブスクなんかもありますけれどもね、とあと他のメーカーにはかなりの追い風になるんじゃないかなと思ってますね。はっきり言って僕はウェイブス差別になくてもいいっちゃいいんだよね。っていうか僕前も動画で話しましたけど、去年いろんなプラグイン見直す中でウェイブスって改めていいなっていう、なんか使い勝手いいなみたいなところを再認識して、去年1年はかなりヘビーに使ってたんですよ。それまではなんか1個か2個をたまに使うかなぐらいで、もうほとんどウェイブス使ってなかったのね僕で脱ウェイブス状態だったのに、去年見直して使い始めていろいろプリセットなんかも作っておいた僕はどうするっていうなかなか悲しい状態になってるんですけど、だからちょっと、まあうん、また見直さなきゃいけないね、まあ、僕みたいに結構使っちゃってたみたいな人はちょっと見直す必要が出てくるんじゃないかなと思います。まあサブスクだけっていうのがねなかなか厳しいですよね。でまあサブスクになってから僕実際使わなくなったっていうサービスもまああって、まあ、その音楽じゃないんですけど、あのアドビープレミアムなんか僕、まあ、あの以前入ってたんですけどさ、あのちょっとねやっぱり使う頻度とかが少ないと、まあ、フォトショップとかねやっぱりどうしても赤字なんだよねあの当たり前ですけど、なんかたまに使うだけなのになんかすごい年間何万とか払わされてってなると、まあ、月換算したら別に大したことないけどそれでもなんか嫌だなって感じするんで、で結局やめちゃったっていうのもありますけれどもね。ウェイブスそんなに今別になんかウェイブスでなきゃいけないっていうものってないと思うんだよね、まあ、もちろんウェイブスのそれはそれしかないから、まあ、大体は聞かないといえば聞かないけど、別にあの許容範囲内で他のメーカーでいっぱいあるじゃんってなるから、うん、そういうところに、まあ、
移動するっていう人がかなり多いかなと思います。で例えば1個2個とかそれぐらいしか使ってないみたいな人だよね。ちょっと待ってくれよってなるよね、とか、まあ割とかなり全般的に使うけどたまにしか使わないみたいなね。年間、まあ例えば1年でなんか5曲ぐらいしか作らないんだけどみたいなで、ただそのぐらいの回数しか使ってないんだよねみたいな人だと、ってなるよね、っていうところなので、まあちょっと他のプラグインで、いわゆる、まあ、プリセットをね皆さん作ってると思いますけど、ミックスするトラックのね、そういうところのプラグイン、まあまたちょっと作り直すっていう、まあいい機会なんじゃないかなと思います。ということで皆さん、どうしますかね、サブスクということで、ウェブサブスクに切り替わりました。今後新しいバージョンや新しい製品を手に入れるにはサブスクしかないよという、状態です。ということで、よろしければ高評価、チャンネル登録、お願いします。ご覧いただきありがとうございました。安でした。ではまた。